梅原第五排水の逆転劇排水の逆転劇とは2004年世界規模の格闘ゲーム大会エボ2004の準決勝において梅原第和がストリートファイターさんでジャスティン・ウォンに勝利を収めた場面を指す試合中に梅原は体力ゲージが残り1ドットのところまで追い込まれるが最後にウォンのスーパーアーツの16連続打撃をすべてブロッキングして まさかの逆転を成し遂げた。梅原はグランドファイナルで日本人プレイヤーの KO に敗れたものの、その後この排水の逆転劇は対戦型格闘ゲームを象徴する瞬間として語り草になり格闘ゲームコミュニティにも強い影響を与えてきている。ザ・ビーストこと梅原第五ジャスティン・ウォン・エボ2004のストリートファイターーサードストライク決勝ラウンドは8月1日に カリフォルニア州ポモナにあるカリフォルニア州立工科大学ポモナ校で開催された。当時23歳の梅原ザ・ビーストダイワレット18歳のジャスティン・ウォンはすでに日米を代表するトッププレイヤー同士だったが、この試合まで対戦経験がなかった。にもかかわらず、二人のゲーム哲学の違いや互いにライバル意識を持っているであろうことはすでに有名だった。ストリートファイターは このエボにおいて、旧来のアーケード筐体でプレイされていた唯一のゲームで、それ以外はすべて家庭用の末置き型ゲーム機でプレイされていた。ウォンはどちらかといえば別のゲームの競合と認識されていたが、梅原との対戦の直前にストリートファイターで当時最強とも言われていた日本人プレイヤーのラオーに勝利しており、鮮烈な印象を残していた。 ESPN の嵐丸キャジは、もしウォンが梅原にも勝っていれば、ストリートファイターという日本のゲームで最高の日本人、プレイヤー二人を倒したウォンが世界最強と呼ばれることは確実だった、とこの試合の背景を解説している。また梅原も当時の雰囲気を振り返って、自分がエボの会場であるアメリカの侵略者かつ悪役であり、会場の誰もが、 自分の負けを望んでいた、と語っている。梅原とオンは、トーナメントの準決勝で顔を合わせた。梅原は、剣マスターズを、オンは春霊をそれぞれ選択した。最終ラウンドの第一試合において、オンは、自分のスタイル通り守備的で、オーソドックスなプレーに徹し、リスクを負ってでも、攻撃的にプレーしたい、梅原のライフゲージを少しずつ削っていった。 ローリングストーン氏はこの試合における、ウォンの動きを、梅原の攻撃的な姿勢のアンチテーゼと表し、ウォンの街先法が、彼、梅原をイライラさせるのに有効であった、と書いている。試合当日に解説を務めたカプコン社員、セスキリアンは、これはダイゴが本当に怒っている、珍しい場面です。ジャスティンの街スタイルにやられる寸前ですと、コメントした。梅原は、 剣の体力が最後の一ドットを残すところまで追い詰められた。残り26秒で、ウォンは時間稼ぎをして完封することもできたが、試合を決めに行った。必殺技を放てば防御されてもわずかなダメージを相手に与えることができるため、技がつながれば、梅原のキャラクターをノックアウトすることができるはずだった。そこでウォンは、春麗のスーパーアーツ2、大鳥翼戦を繰り出した。 しかし梅原はこの攻撃を避けず代わりにハイリスクハイリターンのテクニックであるブロッキングを選択した。ブロッキングはプレイヤーの体力を失うことなく攻撃を防ぐことができるがそのためには攻撃が当たるとほぼ同時つまり30フレームの効果アニメーションのうち4フレーム以内に前方もしくは真下にレバーを動かす必要がある。 逆に言えば、相手のスーパーアーツがいつ始まるかを予測する必要があり、基本的に最初のブロッキングは、相手の技が始まる前に先読みして入力する必要があった。ゲームプロとユーロゲーマーは、梅原がウォンの技をブロッキングするたびに歓声が沸き起こったように、ギャラリーが見せた高揚感でこの逆転の場面が盛り上がったことに注目している。そして、梅原は、 会場を埋め尽くすアメリカ人のギャラリーの前でトーナメント最後のアメリカ人であるウォンが必殺技を使い劇的な勝ち方で決めに来ることを読んでいたと言われる実際にスーパーアーツが繰り出されると梅原は15連続打撃をすべてブロッキングし最後にジャンプ中に春麗のキックをブロッキングしてから反撃に移り12ヒットコンボを繰り出した後剣のスーパーアーツ3 疾風人来客で締めて試合に勝利した。グランドファイナルでは、梅原はユンを使用した日本人プレイヤー、KO に敗れた。大会主催者の一人でメインのリングアナウンサーであった、ベン・キュテンは大会終了後に第5パリーのハイライト動画を制作するよう依頼され、思いつきの2桁の数字をつけた、エボモーメント37というタイトルで動画を作ってアップロードした。 エボモーメント37という本も出している。グレン・クレイブーンズは明らかにこれがハイライトとしてはナンバー1だ。しかし37のような数にすると大会にいなかった人間は第5パリーのような信じられない瞬間が他にもたくさんあると思ってしまうだろう。彼、キュペンは翌年に控えていたエボリューション2 0 0 5を見逃して欲しくなかったのだと自分の本に書いている。これは あらゆるコミュニティにとっての通過儀礼であり、ガイダンスビデオだ。12年後の今も変わらず、あらゆる世代の熱狂的ファンやプレイヤーにとっての良い,い刺激となっている。ティモシー・リー、ABC ニュース、梅原の逆転は、対戦型格闘ゲームの歴史の象徴であり、最も記憶に残る瞬間と称されることも多く、ベイブ・ルースの予告ホームランや、表情の奇跡といった、スポーツ全般における、 最高の瞬間とも比較されてきている。また、対戦動画は史上最も視聴された対戦型ビデオゲームの映像としてギネスに認定された。イーブン・スブスのジョン・ゲレーロのインタビューにおいて、ジャスティン・ウォンは排水の逆転劇という瞬間が生まれたことで、当時衰退しつつあった格闘ゲームコミュニティを救うことに貢献したと考えている、と述べた。 梅原は2012年の時点でこの試合についてより掘り下げたレポートをしている。またこの本で彼は試合後に格闘ゲームコミュニティから短期間離れた理由についても説明している。ダウンロードも可能なサードストライクのオンライン版ストリートファイター3サードストライクオンラインエディションはプレイヤーが第5パリにチャレンジするモードを用意している。2012年のアニメ版 あっちこっちでは、排水の逆転劇のパロディが行われた。2014年、梅原とンは、排水の逆転劇から10周年を記念して、再戦を行い、この試合でンは再び、春麗のスーパーアーツで、梅原のノックアウトを試みた。梅原は再び、春麗のスーパーアーツをすべてブロッキングすることに、成功したが、ンの体力が十分残っていたため、 このラウンドはウォンが勝利した。グレン・クレイブンズは同年にエボモーメント37と題した本を自費出版した。親善試合においてイギリスのストリートファイタープレイヤーライアンハートは TV 画面を見ずに第5パリーを成功させた。ありがとうございます。